福井県立高市中学校、高等学校。福井県立高市中学校、高等学校。福井県立小市中学校、高等学校は、福井県福井市三行二丁目にある、県立全日制中学校、高等学校。併設型中高一貫校。略称は、輿中、小市校、または単に輿。1948年に創立された、県立高等学校。 2003年、平成15年度から2005年、平成17年度までと、2008年、平成20年度から2012年、平成24年度まで、及び2013年、平成25年度から2017年、平成29年度までの3期に及んで、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定されているほか、2014年、平成26年度からは、 同省のスーパーグローバルハイスクールにも指定されている。生徒数が1000人、近い大規模校であり、特に2007年度入学の学年以前は、各学年に、理数科1ラスト普通科10クラスが設置されていたが、2008年度入学の、学年以降は学年あたり理数科1クラス、普通科9クラスの、計10クラスへの削減を皮切りに、2011年度、2015年度と2016年度に、 普通科が1クラスずつ削減されている。2年次以降分離分けがなされる。また、3年次には、旧定大、東京工業大学、旧管理地大などを志望する生徒のため、理系、文系それぞれに個別試験対応クラスが、成績優秀者中心に設置される。また、日本テレビ主催の全国高等学校クイズ選手権、第11回大会、1991年の、 優勝校でもある。北陸地方の古代の名称である古史、古史の国として古時期に高市と表記されており、現在でも福井市の一部の地域を高市地区と呼ぶことがある。他にも高い志といった意味もあるが、公明の由来を公式に示した文書は確認されない。学生改革に伴い、福井県立工業学校と福井県立農業学校が統合され、 1948年、昭和23年に、福井県立福井第二高等学校、農業、工業、家庭2芸家庭として、福井市新保町にて創立する。1949年、工業家庭を、福井県藤島高等学校へと分離し、公名を、福井県公私高等学校、普通、家庭2芸、農業家庭と解消した上で、 新たに総合性高等学校として発足する。1950年、福井市三行下町の福井高等女学校跡地に校舎の一部、第一教胸が竣工する。1953年、昭和28年、農業家庭が分離し、福井県福井農林高等学校として独立する。1956年、完全普通科高校となり、 その翌年に現行名に改称。1969年、昭和44年、竹尾高等学校と共に、理数科が新設される。1980年、昭和55年度より、普通科を対象として、福井県立藤島高等学校との二校による、学校群選抜入試制度が導入される。1996年、理数科を対象として、推薦入試制度が導入される。 2003年、平成15年、福井県内の高校としては初めて、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定される。2004年、平成16年、学校群選抜入試制度が廃止されると同時に、福井県内の高等学校における学区が撤廃され、全県一学区制となる。これを契機として、旧第一学区、福井市、堺市、あわ市、吉田郡の区域外から、 高市高校へ通学してくる生徒数が増加した。中には、大野市や鶴ヶ市などの遠方の地域から通う生徒もいるほどである。実際に、全県一学生導入以降、福井県内の高校一般入試の志願倍率において、高市高校は普通科、理数科ともに例年高い競争倍率を維持しており、特に普通科は9年連続で、県内高校普通科の中でトップとなる。 志願倍率を記録した国際社会及び地域社会のリーダーとして貢献できる、取得体の調和の取れた人材の育成。同行での s s h の活動は主に理数科を中心に行われている。理数科では、一泊二日で東京をお台場の日本科学未来館や埼玉、横浜の理科学研究所などで研修を行ったり、 海へ行き動物採取実験を行ったりするプログラムなどが組まれており人気となっている。他にも県内の先端科学技術を扱う企業での研修や石川県の SSH 指定校である金沢泉が丘高等学校との SSH 交流会、北陸地区 SSH 交流会等へも参加している。また各業界の第一線で活躍する 著名人を招いての SSH 講演会も毎年開かれている。以前は理数科生徒や希望者のみが対象だったが、2005年からは全校生徒及び教職員、保護者を対象している。1年時は希望者、2年時は原則全員が、海外、オーストラリア、タイ、ベトナムのいずれかへの研修を行うほか、福井県内で開催される。 国際交流イベントに参加するなどの活動を行っていい。また、アメリカのニュープロビデンス高校、タイのカセサート大学附属高校と姉妹校提携を結んでおり、相互交流が行われている。スクールカラー割れ、同窓会の名称は緑妖怪と称する。これらは校歌の歌い出し、緑泊にホイニに溢れに由来する。福井県立高師高等学校校歌。 四部合唱から、作詞、森山健一郎、作曲、石桁真れを、国旗創造敬愛、交渉はノートとペン先を片切ったものであり、銀色の長方形と瑠璃色のペン先、及び、紅色の、の文字が組み合わさっている。なお、交渉の、は、高し、高い志を持つを意味する。夏休み期間中、エンカレッジ講座、ステップアップ講座、 学校祭、高校生と共に上記、高校生学校行事参照。1号館、2号館、3号館、4号館が中庭を囲むように時計回りに設置されている。このほか、以下の施設、設備が整備されている。同校には3つの玄関があり、正面玄関と職員玄関が1号館側、北側、生徒玄関が2号館側、東側にある。また、 二つの体育館と三号館、四号館に囲まれた広場は活力の広場と呼ばテニスコートや駐車スペースとして使われている。文化系と体育系合わせて50の部活動、同好会が活動している。文部領土を重んじる幸風のもと、各部活動は北信越大会やインターハイなどの上位大会にもたびたび出場している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。